皆さんこんにちは。今回はですね、芝野虎丸九段と新人祖九段との乃木詰対局の模様をご紹介したいと思います。新人祖九段とね、芝野九段が乃木詰打つのはね、これ多分初めてじゃないかなっていう気がしますね。あんまり新人祖九段打ってくれないんですよね。特定の棋士としかあんまり打たないんですよね、新人祖九段。では初手から見ていきたいと思います。新九段の黒番です。閉まりましたね。で、かかって、コスんで、で、肩ついていきました。手抜きまして、三々入りましたね。定石ですね。で、一間閉まりました。で、当たり打って下がりましたね。で、ここ押さえまして、で、押して、伸びて、そして、ここちょっと詰めていきましたね。で、逆にここ挟みまして、で、こすみましたね。こすんだっては、簡単にも渡っていくのを防ぐっていう、そういう意味ですね。で、二間に開きまして、そして、大ゲイマにね、飛びました。白も桂馬に飛びましたね。で、肩ついてかけていきまして、ここでね、普通一間飛んでぶのが普通なんですけど、こう押していきましたね。張っていきましたね。で、一間飛んで、そしてつけて、跳ねて、さあ、ここでね、ここ曲がったんですけれども、これがね、若干のミスでしたね。ここで人工知能はね、これやっぱりこう下がれと言ってますね。で、つないだらちょっと息苦しいんですけれども、一応桂馬に滑ったらこれ生きてますので、これで、こっちの方が良かったと、言っています。しかし実戦ではね、ここ曲がりましたね。ここね、当たり打たれて、もうこれはもう取られましたね、この1目は。白の考えはこう出てね、これが取れればいいっていう考えなんですけれども、こう当たり打って抜いて、そしてこうかけていったんですけれども、この石がね、なかなか取れないんですよね、実は。それが問題でした。もちろん取れたら白が良かったと思うんですけれども。で、ここでですね、1目抜きましたね。これはしょうがないんですよ。これでね、例えばここで、こういうふうに遮断していきたい気持ちは山々なんですけれども、こうつけられるとね、ちょっと困るんですよね。こういくしかないんですよ。こういってね、こっち、出られるといけない、抑えると、こっちから当たり打つ手がありますね。で、こう打って、こう継ぎましてね。これでね、この石がね、ちょっと逆に危ないんですよね。つけてこう言ってね、こんな風に行きますと、これはね、たちまち危ないですね。簡単に言うと、こう言って、こう言って、当たり一回打って、こう言ってね。これ逆に取られましたね、これね。ですから、ここは抜くしかないんですよね。で、ここを行かれたのが痛いですよね。これ押さえられないですから。で、伸びるしかないんですけど、張って押さえて覗いてね。もうこの石はね、もう行きましたね。今度こっち飛べば。で、生きてますね、ほぼ。で、こう行って、ここを打ちまして、これは押さえて、で、ここに打ちました。ちなみにこれはもう滑ってもね、ここに行けば生きてますから、ここに1眼、ここに1眼ってね。で、ここね、これはもう手抜けないですね、白もね。これ押さえられるとね、危ないですから。で、押して、そして伸びて、そして押して、伸びて、跳ねましたね。で、ここで切っていきました。で、下がって、そしてここでね、ここに打ってきましたね。ちょっとこの間薄いだろうということです。押さえて、ここで付け越してきましたね。一応これでね、ちょっとつながりにくいんですよね、これね。この黒が。そこで、ここでですね、割り込んできて、これ、コウに仕掛けてきましたね、これ。ここでコウに仕掛けた手が、これ人工知能の推奨手なんですよね。で、これに対して、跳ねて、
まあ跳ねてで伸びて、まあ一応これは取ったんですけれども、これ当たり打たれてね、逆にこれが取られてしまいましたね、これで。まあもちろんこの切りがあるもんですから、ちょっとね、まあこの辺攻め合いになる可能性はあるんですけど、こっちとのもね、これでね完全にもう黒のペースになってしまいました。で切って、まあこれは伸びまして、そしてコスんで、でコスんで、まあ渡りを見てみますね、これね。まあ渡り遮りたいんですけども、まあこれ遮ってもこっち行かれたらこれ取られ、逆に取られますので、もうですから、まあ、しょうがないっていうことで、ここでねこっちに目つけていきました。でまあ当たり打って、まあこれを利かすっていうことですね、この石ね。まあここでね、まあこっちにね、こすみつけました。で切りまして、でまあ逃げましたね、はい、逃げましたね、はい。まあこの石取られたらね、これ全部生還ですから。でここまあここを継ぎましたね、うん、で竹筆で並びました。で当たり打って、これは当たり打ちまして、そしてここに打ちましたね。まあこっちの連絡をね、まあ遮りましてね、まあ今度まあこれを取ろうということですね、白は。でまあこうつけていきましたね、伸びて、そして下がって、押さえて、そして当たり打って、伸びて、そしてこっち一間飛びました。よく考えたらこの石もね、これ生きてないですね、これね。一眼まあ滑ったらね、まあ目はあると思うんですけれども、まあ跳ねて跳ねて跳ねて、当たり打って、当たり打って、抜いて、当たり打って、ついで、覗いて、ここでね、手抜いてね、一見飛んでいきましたね。まあ継ぐ手もありますけれども、まあ継ぐのはちょっとね、もうどっちみち利かされるので、どっちみちこれ継いでもね、これ、押さえて結局逃げないといけないのでね、もうそのまま逃げましたね。でまあここ、曲がっていきました。で伸びて、そして、曲がって、でここでねこすみましたね、こすんで、まあこれで逃げないといけないですからね。で、まあか、一間飛びまして、そして切って、下がって、一間飛んで、たり打って、まあこれこうですね、これね。でここで一回跳ねました。でここで一応これ取りに行ってますね、これね、今白は。まあ、抜きまして、ついで、ついで、抜いて、これはまあ先手ですね、はい。まあこれはね、はい、継ぎまして、そしてまあこれ一間飛びましたね、うん、大きいっていうことですね、うん、大きいし生きてないだろうと、ね、大きいし生きてないだろうと。でまあ抜きまして、そして、下がりました。でこすんで、抜いて、でここでね、もうこっちかけつぎましたね、うん、まあかけついで、まあこの辺取ったということですね。まあ抜きまして、そしてここでね、まあこれはね、あ、捨てたっていうことですね、こっちはね。捨てたっていうか、まあこうですね、まだこうだからっていうことですね。で割り込みまして、当たり打って、そしてここ当たり打ちまして、抜いて、跳ねて、ついで、抜いて、でここでね、ここを打ちましたね。まあここではここを打つ手もありますね、ここをついで打つ手も、多分こっちが本手だったと思いますよ。ただこれでまあこれが取れればいいんですけども、まだはっきりはしないですね、うん、これ出口がありますので、まあこういうふうに行って、こういってね、これで出てくる手はありますので、まあ抜いてね、まあ、当たり打って、ついで、これ出てくる手はありますからね、一応。まあ、なかなか、このね、はっきりとは分からないですから、多分死ぬと思いますけれども、まあ、はっきりしないので、まだ、ここでこっちにこうだ手を打ちました。
まあ、こっちの中で生きようということですね。ここですね。今度三々跳ねて。で、まあ、これ抜きましたね。もうしょうがないということで。で、まあ、跳ねて、そして跳ね、つけて、ぶつかって、当たり打って、ついで、下がって、跳ねて、まあ、木三角で曲がりまして、そして、まあ、桂馬に、飛びまして、まあ、これ切らないといけないですね。このね、取られてしまいますので。繋がれるとね。で、2軒飛んで、まあ、こっちで行きましたね。ね、黒は。で、まあ、ぶつかって、張って、つけて、当たり打ってね。当たり打って、抜いて、当たり打って、ついで、ついで、1目取って、行きましたね。で、ここで、ここ跳ねました。で、まあ、こう、継ぎまして、こう、継ぐ手がね、本手ですね、これね。これは押さえるとね、これはコウになりますので、うん、ちょっと頭が痛いですね、はい。まあ黒は勝つと思うんですけれども、それでもね。ここは冷静にここを継ぐのがね、いい手ですね、はい。これ別にこれで渡りがありますし、渡りがありますし、これ遮断されてもここ置いたらね、うん、攻め合いは早いですから、こっち黒の方がね。まあ、当たり打ってね、抜いて、そして、ついで、で、一軒飛んで、で、ここでですね、芝野九段がね、まあ、投了しました。はい。まあ、そうですね。やっぱり強いですね、新人速な、相変わらず。まあ、新人速なんで、まあ、以前よりもちょっと勝率は下がってきたんですよ。以前はね、ほんと一月に1回ぐらいしか負けなかったんですけれども、最近はね、2、3回は負けてますので、まあ、以前よりは、ちょっと弱体化した傾向はあるんですけれども、うん、やっぱりね、要所要所でやっぱりね、人工知能の推奨手、やっぱり、打ってね、やっぱり本当に人工知能と言われるだけの、そういう強さがありますね。はい。以上です。